bye 皆さん、こんにちは。絵描きのレミです。本日はこちらの新作をご紹介していきます。はい。ということで、こちらの新作のタイトル、光のポータルというタイトルです。はい。で、メッセージお伝えしますね。メッセージは、光から光へ、私たちは心を決めた瞬間、一瞬にして、 次元を超えていく <laughs>。というメッセージにしました。かなり、なんだろう、少ない、なんだろう、メッセージで、ちょっとね、なんだろう、つこっと。<laughs> そう、あのー、ちょっと短めにね、強いメッセージにちょっとしたいなと思って、これぐらいのショートさになりました。はい。で、えっと、いつもとね、ちょっと大きさが、 いつもはね、F の10っていうのを結構書くんですけど、今回ね、M の10っていうちょっとね、横長というか縦長のサイズで今回作ってみました。はい、大きさが、えっと、縦が53センチ、横が33.3センチの大きさです。<laughs> そう、あの、これ M ってね、 M の中って、マリンの M なんですよ。そう、本当はね、海とかね、描くのにすごくいいサイズのキャンバスだよってことなんですけど、ちょっと色々こう、試行錯誤して、なんだろう、キャンバスを見てたら、ね、あ、これは縦だと思って、縦 <laughs> にして、ちょっとね、なんか流れるというよりも、なんかこう、まあ、ポータルなんでね、ポータルって入り口って意味なんですよね。 そう、光の入り口。でも、なんだろう、入り口なんだけども、こう、瞬間移動してるみたいな、こう、次々といろんな入り口があって、そこに瞬間、瞬間移動していくみたいな、そんなイメージで今回書きました。はい。で、えっと、なんか日頃ね、私たちって、こう、なんだろうな、 常に考えてるじゃないですか。いろんなことを。そう。もう人間で生きてる以上、この脳がある以上ね、こう考えないっていうことってないと思うんですよ。で、いろんな、まあテレビ見たり、テレビ見なかったり、ぼーっとしてても、例えば物事を見る。例えばこのお花見る。鏡見る。自分を鏡越しに見る。例えばお茶飲むマグカップ。 とかかカップをを見見るるにししててても私たちって何かを想像しながら、まあ、見ているわけですよ想像というか自分の頭の中にある何かを通しながら見てるわけですよ。まあ、この洋服もこのネックレスもこのピアスも全部そう。このね、あのー、ブレスレットもそう。なんだろう。この一つ一つのもの自体には意味はないんですけど、こう自分たちの、なんだろうな、 頭の何かのフィルターを通して必ず見てるっていうことが起きてるんですよね。生きてる以上。そう。で、あのー、その考え方のこう、フィルターというか考え方によって、その、この人生がね、明るくなるか <laughs>、暗くなるか、あのー、みんなと仲良く生きるか、みんなと喧嘩しながら生きるか、 なんだろうっていう、あのー、ことが生まれる、生まれるというか、ということができるわけですよ。できるというか、そういうふうな仕組みに脳はなってるわけですよ。私たちのね。そう。で、なので、こう考えてることで一瞬一瞬、こう、なんだろう、私たちはどん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 いろんなことを考えていて、いろんなさっき言ったフィルターを通して、まあ見てるわけなんですけどね。 で、この、でもフィルターっていうのって意識で選べるわけじゃないですか。こう、まあ、でも意識しないとできないんですよね。こう、こんな、前回のね、動画でもお話ししたと思うんですけど、やっぱりこう過去の投影みたいなのが起きて、そう、なんかこう、なんだろう。 ありのままの物事の姿じゃ見えないから、あ、私はこういう風に見てるんだなって、物事を <laughs>。この一つのもの、このブレスレットでも、このア、あのネックレスでも、そう。これ自体に意味はないんだけれども、これにね、例えば、ね、 素敵な人からもらった、好きな人からもらったら、これは素晴らしい素敵なピアスだし、私にとっては。でも嫌いな人から、これやるぜみたいな感じでもらったピアス、ピアスじゃない、ネックレスだったら、それはね、その嫌な気持ちになる、な、なる、まあそんなものね、普段身につけないと思うんですけど、でもそういう風なものに自分に映るわけじゃないですか。だから、これに意味はないんですけど、その時に起きた思い出とか、想像とか、 これを通してどんなイメージを抱くかっていうのは自分の中に全部あってそうでもそれをそういうふうに自分が思ってるんだなって思ってすでにこう思ってるんだなって思ってそれを変えたいかどうかはその人次第だと思うんですけどそれでそれは嫌だってもうなっちゃってもいいしそのならなくてもいいしでも 結局その良くないエネルギーみたいなのを私たちはずっと持ち続けると自分に蓄積しちゃうんですよね。そう。なので、あの、まあ、メッセージの中ではね、光から光へって、あの、なんだろうな、心が軽くなる考え方、心が軽くなる生き方のフィルターの方がまあ楽なわけですよね。やっぱり生きる、生き方的にね。そうどうしても 重い考え方、暗い考え方、人を否定したり、なんだろう、うん、なん自分を責めたりもそうなんですけど、なんか心が苦しくなる時って重いエネルギーなんですよ、どうしてもね。そう、でも重いエネルギーになるとね、やっぱどんどん沈んじゃうから、やっぱりこう、楽しく、明るく、元気よくじゃないけど、<laughs> そう、明るい、自分にとって軽い見方、優しい見方、 そう、軽いっていうよりも優しいの近いのかな。そう、なんかこう、丁寧な、明るくて優しくて、こういう考えの方が、ね、なんかこう、明るく生きていけるよなっていう考えを、やっぱりこの現実世界で、こう、拾い上げて、で、その、自分にそれをインプットして、落とし込んだ時に、初めて、こう、 今までの自分からさっと、なんだろう、瞬間移動する。光の入り口から入り口、パッパって、なんかこう、角が変わるっていうのかな。そう、そんなイメージだなって思ってるんですよ。そう。でもやっぱり意図しないと、そこの光から光へっていけないんじゃないかなって、やっぱ意図することが大事。とても意識すること。そう、なんかそんなね、イメージだったんですよね。 でね、あの、この間、<laughs> 私ね、あの、つい先日というか、先週から先々週ぐらいからかけて、まあ、いろんな方からね、いろんなメッセージを、まあ、受け取ったんですよね。で、ちょ、これは面白い例え、例えだと思った例えというか、私が経験した一つの例だと思って聞いてほしいんだけど、あの、そう、先週から先々週にかけて、 いろんな人からメッセージを受けたときに、みんな、あの、あ,のある人はね、あの、あの、レミちゃん大丈夫ですかって、頑張りすぎないでくださいねっていう、まあ、メッセージをね、あの、受け取って、でも私全然元気なんですよ。全然何も普通に生きてて、普通に何もなんか、こう、大変なこともなく、楽しんで生きてたんですけど、そういうふうに、まあ、メッセージを受けて、あ、何がそう感じさせたのかなって、まあ、ちょっと考えてて、 でも、なんかこう、心配させ、なんだ、心配することが起きてないのに心配させてしまったということは、何かこう、言動がなんかおかしかったのかなとかってね、いろいろちょっと考えてたんですけど、で、その後に、あの、なんか、普通に元気なんですけど、なんか、もっとネガティブな思い出していいよって、なんかある人から言われて、うんと思って、な 別に今言いたいこともネガティブなことも全部発散し終わってるから今はないんだけどなーって思ったこともあってでなんかそういう系がないなんかトントントンって気づいなんかこう言われることは気づいて待てよと <laughs> な何かおかしいのかなーってちょっとなんか心配されるようなことなんかこう,こう言動変えないといけないことが起きてんのかなってふとまあちょっと思うことがあって たんですけどでも、なんかこう、最近ね、こう、全然なんか関係ない、な関係ないけど、好きな本があって、こう、読む本でね。で、その本を読んでると、すごい心が軽くなるというか、なんかこう、なんか自分の生き方を正されるような本があってね。で、その本ってすごい視座が高いんですよ。で、あの、 その本を読んで、ああ、こういう生き方していきたいよな、みたいな、こう、心が楽しく明るくなってる時にね、この出来事を思い出したわけですよ。いろんな人がなんか言われた時ね。あ、なんかあ、この方たちは多分、私を投影してただけなんだっていうか、この方たちが思ってることを、あーなんかただ私に言ってきただけだったんだなーって。なんか、別に、なんか、 私がどうとかっていうよりも、なんかこう、この方たちが勝手に言っただけなんだなっていう、なんかなんだろう、考えなくて、なんか高いところに入れるようになった自分がいて、そう、なんかそこにいちいち心を持っていかれないあ、大丈夫かなこの方とか、逆にね。そう。なんか大丈夫かなこの方というよりも、この方にそう思わせちゃった私の言動を大丈夫かなっていうことを考えてたんだけども、なんかそれすらも、なんか、 ああああ、なんかこの方は勝手に投影しただけなんだな、みたいな。<laughs> そ,うそうそうそう。なんかそれに対してなんか答えが、視座が高くなるというか。そう。で、やっぱりこの視座の高い答えこそがやっぱり波動を高くするっていうことにつながるんだろうなとも思ったんですよ。そう。<laughs> そう。だからね、まあ、要は、 なんか、いろ、人はいろんなことを言ってくるし、いろんなことを思うし、自分に対していろんなことを思うけど、でも、ありのままで自分で生きるのは、自分の心でしか分かんないし、自分の生き方でしか分かんないから、なんか、まあ、気にしなくていいな、<laughs> って <laughs>、と思ったのと、やっぱりでも、心を、自分の心は自分が一番知ってるわけだし、自分しか、 コントロールって言ったらおかしいけど、自分のことを分かってあげて、理解して、自分の心を導くのは自分しかできないわけなんで、まあそこはね、しっかりやっていって、こう、光の入り口というか、光のポータルにどんどん入っていく、どんどん高いところに行く、みたいな、なんかそんなイメージなのかなって思いました。はい。ね。あの、触り方には伝わったらいいなと思います。それでは、次回の動画で、 またお会いしましょう。あと今日も明日も明後日も皆さんにとって幸せな毎日でありますように。では、また、また次の動画でお会いしましょう。またねー。